岩谷直文役の宇野ゆえです。まずは再び上演できることをすごく嬉しく思っております。何よりも、大阪に行って場当たりを終え、深夜の11時半ぐらいでしたっけ、その時に公演ができなくなったっていうのは、制作の主催の方からこう告げられた時に、まあ、悔しいっていう思いももちろんあったんですけれども、それ以上にこの制作側の方の熱い思いを僕は感じ取って、その時に、ああこの座組は本当に素敵だなっていうのを思いました。だからこそ今回また同じ役、そして同じ作品を届けられるってことはすごく嬉しいですし、だからその話したんですけど、ある意味準備期間が1年間弱増えたっていうふうに考えて、またさらに役への向き合い方、そして作品の向き合い方をもう一度改めて考え直して、より盾の勇者の成り上がりっていうこの作品の重さというか、作品の伝えたいこと、主題を明確に伝えられるように、座組一同、そして僕自身もみんなを引っ張って頑張っていきたいと思ってます。ただいまっていう気持ちがまず一番にあって、そのやっぱ嬉しいですね。このビジュアル撮影も一度やっぱり舞台を稽古を踏んでもう本番できる段階まで持っていってるからこそ、この直文の感情っていうのを切り抜きをしたいなっていうふうに思っていて、だからこそ感情を一度味わってるからこそ、今回のビジュアル撮影はあの時の感情でここの描写を撮ってみようだったりとか、そういう試みができたのですごく有意義な時間でした。はい、舞台盾の勇者の成り上がり、7月15日木曜日から7月25日日曜日まで新宿のシアターサンモールにて上演いたします。皆様にやっとお届けすることができることを嬉しく思っております。ぜひご来場お待ちしております。